今日はですね、ジャックがいつも通っている、いや通っていた、もう卒園なんですけどね、モンテソーリエルヘッドモンテソーリプライマリースクール来てみました。はい、こんな感じでね、駐車場があって、はい、はい、今日はですねクリスマスホリデー前最後の日なんですよね。で、明日からスクールホリデーなんですけど、今日はねちょっと様子を見てみたいと思います。こんな感じでゲートがあって、今ねクリスマスなんで、こんな感じで可愛いよね、クリスマスのデコレーションしています。はい、こんな感じです。向こう側はね、今日はもう閉まってるんですけど、3歳までの子たち、小さい子たちの部屋です。もうねクリスマス前なんでね、あのみんなホリデーに行っちゃって、プレスクール来てる子たちも少なくなってるんですけどね、今回もね子供たちは諦めない、高いところについてます。さあみんな何してんの、こうねランチするとこういう感じで、ね、これね3歳から5歳の子たちの部屋なので、はい、でここはねランチボックス置き場、こんな感じです、うん、サンドイッチとかね、のり巻きとかね、インターナショナルでね、このスクールはね、はい、こんな感じでね。Hello, how are you? I can see Safari is helping me. Hi, how are you? Good, how are you? Good. He's in the sandpit. Ah, he loves sandpit. Hello. Hello. ここが幼稚園の庭ですね。家庭菜園があって。向こうは何するかな。こっちがね小さい子たちの遊び場です。3歳なのね。はい。でこっちが3歳から5歳になります。アイスクリームファイブ暑いからね、ちょっとね。はい。こんな小屋になって、今回はクリスマス風にこうアレンジしてます。見つかっちゃったはい、こんな感じで、まあね結構あの質素な感じなんですよね。すごいことになってるうわ、着替えあったっけな、ジャック、ないかも。ああ、まあいっか、あこう楽しそう。もうジャックはね、このサンドパッド、砂場で遊ぶのが大好きでね、靴の中いつも砂だらけでしたね。みんなこうやって買ったのね、今日はね、かわいい。ちょっとやったのかな、ちょっと。こんな風に数字とか、これは多分モンテソーリの。こんな感じでね、まあいいや、クリスマス、クリスマス。パズルとかね、ブロックとか結構多くて、うん、こんな感じですね。ね、すごいインターナショナルでね、ここにマップがあるんですけど、うん、何人だったかな、40人ぐらいいて、ニュージーランド人が8人しかいないのに、あとみんなインターナショナル。
いろんな国の、ね、子たちがいます。はい。ここ散らかってんな。すごいことな。朝だとね、結構綺麗なんだけどね。あとそうそう、このね、モンテソーリの遊び道具ってこういった入れ込みを閉めるとかね、チャック閉めるとか、あとこう、洗濯物を干すようにするとかね、結構シンプルなんですよね。 Oh my god! Mama, look! I'm the Jack's man. Inside, inside! My hand, my hand, my hand, my hand! Hey, jump inside, please!ジャック、ハート大好きだからね。I want my hand again. That's cool, Jack. Can I take a photo of it? Good boy. わ、すごいことになってる。これがね、ナップタイムだね。それは、座るやつね。こんな感じ。はい、今日はね、なんと日本の幼稚園とね、ズームでつないでクリスマスパーティーというね、今回初めてのイベントやります。お楽しみに。仲間できた。はい、お話ししてください。かわいいね。マジシャンみたいじゃん。Are you ready? Hi. Are you ready?ということで、今回はニュージーランド幼児教育ということで、モンテッソーリ保育園と日本の幼稚園とオンラインクリスマスパーティーの様子をお届けしました。また興味のある方、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは。